2周年をお祝いするパーティーの会場ですか。おお、もう人でいっぱいだよ。学園都市の外からも人が来てるみたいだね。そんな大きいパーティーに招待されたんですね、私たち。どうしましょう、緊張してきちゃいました。なんでウイハルが緊張してるのさ。こういう豪華な雰囲気に慣れていないんですよ。あー、ドキドキしてきました。ほらほら、今日はおめでたい日なんだし、お祭りくらいの気持ちで楽しめば大丈夫だって。あー、ほら見て、ウイハル、ステージに上がったの白井さんじゃない。会場へお集まりの皆々様、お待たせいたしました。ただいまよりとある魔術のインデックスイマジナリーフェスト2周年記念パーティーを開催いたしますわ。司会進行役を務めさせていただきますのは、私、お姉様の運命のパートナー白井クロコと、人生と書いて妹と読む土見門元春だ。みんな今日はよろしく頼むにゃ。そんじゃ開催にあたってこのパーティーの趣旨を説明するぜ。イマジナリーフェストもついに2周年だ。そこで今日はみんなでこれまでのことを振り返ろうって話なんだぜ。開催されたイベントやこれまでの軌跡を皆様と心ゆくまで語りたいと思いますの。2周年なのにそれだけと思った諸君、実はそれだけじゃないんだぜ。本日はメインイベントとして、とあるシリーズの名場面をランキング形式で発表いたしますの。なんとこのランキングはみんなに書いてもらったアンケート結果に基づいているんだぜ。みんなの好きなあのシーンやこのシーンがあるかもしれないにゃ。発表が楽しみだにゃ。発表の際にはその時のことを知る関係者の皆様や主賓の方々からコメントをいただこうと思いますの。そしてこの発表の様子を全世界に中継し、ご来場できなかった皆様にもご覧いただきますわ。発表は準備が整い次第始めさせてもらうぜ。それまで期待に胸を膨らませて待っててくれにゃ。名場面をランキングでね。いろいろあるからな。白井さんが言っていた主賓っていうのは美坂さんたちのことですよね。そうそう、こんな大きなお祝いで主賓に選ばれるなんて、さすが美坂さんだよね。その美坂さんはまだ会場にいないみたいだけど、まだ準備でもしてるのかな。美味しいご飯がきっといっぱいあるんだよ。こら、あんまりはしゃぐんじゃないの。ドレスの裾踏んづけて転んでも知らないわよ。あんたよく見たら髪が少し乱れてるじゃない。ほら、直してあげるからじっとしてなさい。ありがとうなんだよ、短髪。なんだか今日はいつもより優しいかも。別にそんなんじゃないわよ。ほら、あんたも主賓なんだからちゃんとしなさい。優しい優しい、ミーサカさん、ちょっと私にも手を貸してくれないかしら。協議力のせいでドレスを着るのに苦労してるのよ。ち、限度を知らない風船かっての。そのまま破裂してしまえ。まったくもう、無視なんてひどいんだぞ。みそかさんってば、胸もなければ親切心もないのね。今のは宣戦布告だな。よし、パーティー前に決着つけておこうか。そんなことよりトーマまだかな。着替え終わった頃に呼びに来るって言ってたのに。どうせまたどっかで油でも売ってんでしょ。準備ができたら私たちは先に行っちゃいましょう。まいったな、主賓の挨拶なんてさせられるっつうのに迷子になっちまった。
どっかにスタッフさんとかいないかな。もしくは知った顔とかいてくれたら。いや、こんなところにおったか、上条のトーマよ。いや、確かに知った顔がいたらいいなって言ったけどさ、これは予想外すぎませんか。わしでは不満か。ネフツシやニャンニャンに負けず、わしも心はいつでもピシピシなんじゃがの。パッキパキが何言ってんだ。つかそうじゃない、宇宙まで飛んでったはずのお前がなんでここにいんの。今日はせっかくの祝い事じゃ、そのような野暮を言うものではなかろう。いや、だからってお前そう身構えずともよい。今はただ流れに身を任せ楽しめばよかろうて。ほれほれ、盛り上げていこうではないか。うっほっほい。ああ、行っちまった。一体何がどうなってんだ。まったく、なんつうか、今日くらいは平和に終わってほしいな。